カールデッカーは、ドイツの軍人。最終階級は、総甲兵大将。第二次世界大戦における選考により、白洋、剣付撃士鉄十字章を受章している。1897年11月30日、プロイセン王国、ポンメルン地域のボルンティンに、将校の息子として生まれる。第一次世界大戦勃発直後の1914年8月3日に、 ドイツ帝国陸軍へ入隊し、東プロイ戦で初の戦場を経験した。デッカーは敵前で示した勇敢さを評価されて、士官候補生となり、同時に二級鉄十字章1914年章を受章した。1915年に勝利へ昇進し、その後一級鉄十字章1914年章も受章している。同年、彼はポーランド、ロシア、 クールラントで戦闘に加わり、1916年には、機関銃部隊の招待指揮官を務めた。1917年春から、西部戦線に移動した、彼は、翌年リスの戦いに参戦した。その際、彼は、大体副官についている。なお、この戦闘で、彼の師団は大規模な死傷者を出した。1918年中、彼は、 ダルゴー・デイベリッツの不評学校で武器の指導員を務めた。ドイツ帝国が崩壊すると、デッカーは1920年に、バイマル共和国軍へ入隊し、第29、イエーガー予備役連隊、第5、イエーガー連隊、第6、騎兵連隊などに所属した。この間彼は、注意、ついで騎兵隊へ昇進している。詳細昇進すると、ホルスト・ニー・マックと共に、 第5機兵連隊の参謀となった。その後すぐにミュールハウゼンの第38装甲文献隊へ割り当てられた。後に彼は文献隊の司令官となる。この部隊は第2装甲師団機下となり、ポーランド侵攻ではデッカーの指揮の下、クラックフや野ン化峠での戦闘に赴いている。フランスの戦いでは彼は第二装甲師団、第三装甲連隊の代隊で指揮を取り、 マースやスダン、サンイコールカンタン、アブビルなどで戦った。バルカン戦線が始まると、デッカーの部隊は、ユーゴスラビアやギリシャ北部で展開し、アテネを占領、コリントス運河を溶かした。バルバロッサ作戦発動前に彼は、第3総攻連隊司令官に就任。さらに1942年春には、第9軍参謀となった。1943年4月に、 第5総甲師団の司令官を拝命。1944年5月4日、白洋付き岸鉄十字章を受章し、同時に中将へ昇進した。デッカーは第3総甲軍の第39総甲軍団司令官となり、1945年1月1日に総甲兵大将へ昇進した。彼の部隊は、西部戦線に再配備された後、ユルツェンやアルザスで、 アメリカ軍と戦果を交えた。4月21日にルールポケットでドイツ軍が敗北すると彼は自決した。ありがとうございます。